はい、じゃあよろしくお願いします。今回は中学校3年生の教科書4章テスト対策やっていきます。で、今回この3問ですねやりますので、まずここで1回動画をね止めていただいてチャレンジしてみてください。で、やってもらった後に分かんないのとか不安なのがあれば、今からね自分が全部解いていきますんで聞いてもらえたらと思います。いいかな。では早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、まあ2時間数ずっとねやってきてるんですが、ちょっと有名な問題をね1個ね取り忘れてたので今回取っていきます。それが何かっていうと、面積2等分の問題です。基本的に今までやってきたテスト対策も、まあ出題されやすいものを取り上げてはいるんですが、その中でもかなり出されやすいです。ごめんこの面積2等分はね。で、まずはここの情報をあっちにね移していきましょう。で、まず関数 y イコール2分の 1x2 乗なので、こいつ、まあ、カーブのやつだね、放物線って言われるやつ、これが2分の 1x2 乗。ちょっと見にくかったらパソコンの方は全画面表示で見てください。で、2点 AB があって、 x 座標がマイナス2と4です。だからまず A の x 座標はマイナス2、こっちね。で、 B がちょっと下書きますね、多分入んないんでそっち、まあ、x 座標は4だと。で、ここまで来た、書いたらね、もちろんこっちの問題に関係なく、片方の座標が分かったら、もう片方も出しちゃいましょう。出せるんだったら。で、今回出せるんだよね。で、なんでかっていうと、A と B はこの y イコール2分の 1x2 乗の上に乗ってますよね。乗ってるってことは代入して OK なの。つまり、例えばこっちだったら、x のとこにマイナス2を代入していいよって。そうすれば、y イコール2分の1かける、これの2乗だから4でしょ？約分すれば2ってわかるから、この座標すぐわかります。あっちも同じです。x のとこに4を代入すれば、y イコール2分の1かける16だよね。2乗するから。だから約分して、8ってすぐわかる。わかる情報はどんどん書き込んでいく。癖をつけるとかなり得意ね。得意というかやりやすくなります。2次関数はね。で、戻ろっか。直線 AB がありますね。と、Y 軸との交点を C と、まあ、書いてありますと。で、あとは大丈夫だね。で、全部書き込んだことによって、もうここの3行は読まなくていいです、もう。いい？解く上で。あっち行って、こっち行って、行って、こっち行くとね、頭なんかごちゃごちゃしちゃうんで、もう読まないぞと。じゃあ、あの図だけ見て三角形 AOB の面積を求めていきます。で、この、やっぱ三角形のこの面積を求めるのは、もうめちゃくちゃ出題されるので、しつこく、まあ前もやりましたけど、また取り上げました。で、三角形 AOB。まあ、ここに線を引くと、あとここだね。まあ、この三角形になります。で、こうやって関数の時に空中に浮いてる三角形はいきなり出すことができないので、基本的には X 軸か Y 軸で切ってください。で、今回はちょうど Y 軸でここで切れるでしょ？ここで切って、左側と、右側の三角形に分けて考えていきます。で、そのためには三角形は底辺かける高さかける2分の1ですよね、公式が。で、底辺は X 軸か Y 軸を使います。つまり、今ここが底辺になる。そのためには何が必要か、ここの座標が必要なんだよね。だから C を出すためには直線 AB を出さなきゃいけない。今回自分が意図的に抜いたんですけど、大体の問題が面積求める前にその直線 AB を求めなさいっていうのが、もう一個前に問題入ることが多いんですけど、まあ、今回それがなかったとしても三角形の面積求めたいから OKOK 直線の式出そうぜって気づいてほしい。いいかな。じゃあ行きましょう。ちょっとインクがね。で、本当は直線の式出すときっていうのは、y イコール ax プラス b だよね、直線っていうのが。で、それに a マイナス2の2と4の8を通るから代入して、2個ね、代入して連立方程式で解いてください。それが一番ベスト。ベストというか俺が好きなやり方。だけど、せっかくね、このテスト対策のシリーズ、まあずっと見てくださってる方限定にはなりますけど、技をね、1個伝えたので、せっかくなんでそれ使っていきます。で、この技は、二次関数と一次関数の交点ですね。A と B 交わってるところに関して、二次関数の式が分かってる。交点のそれぞれの、ごめん。X 座標が分かってる時に使える技です。直線の式出す簡単な方法があります。ちょっと待って、インクがやばいね。よいしょ。
傾きね、その直線出したい傾きは、ここの2次関数の数字、2分の1ね。2分の1かける、ここの x 座標を足したもの。つまり今2だよね。これ。で、約分して1。これが傾きです。で、切片は、今の2分の1あったでしょ？あいつにまずマイナスをつけます。切片の方は。マイナス2分の1。かける、それぞれの x 座標をかけたものがきます。つまり今かけるとマイナス8なので、こう、約分すると4ですね。そうすると傾きと切片すぐ出せるので、直線の式は、y イコール x プラス4とすぐわかります。連立を解かなくてもね。まあ便利なんで、一応使えそうだったら使ってください。俺は連立の方が好きなんですけど、せっかく取り上げてるんだったらね、ちょっと何回か使って、こうみんなでこうなんだろう、伝えやすいようにしたいと思って使いました。で、直線の式分かったので、切片4ですね。つまり C の座標は4です。ここ切片だから。ってことは、底辺の長さ、原点から4までの距離なんで、底辺も当然4って分かるので、まず左側の三角形から行きましょう。まあ、底辺4ですよね。底辺かける高さはここです。ここ。ってことは A の座標を使いますよね。で、A の座標はマイナス2の2です。マイナス2の2。左側にマイナス2行きましたよね。マイナス2、座標はこうやって左に移りますけど、長さは2です。長さにマイナスはないからね。俺の身長、マイナス130センチとか絶対ありえないので。だから長さは2になるから、高さも2。で、忘れずにね、三角形だからかける2分の1してください。つまりこれ4。左側はね。で、右の三角形は同じく底辺は4です。かける、高さはここになります。ここ。つまり B の座標を使う。で、B の座標は4の8ね。4の8。つまり4。右側に4映ってるので、高さは4になります。で、かける2分の1。やると8です。で、それぞれを足せばいいから、4足す8で、答えは12になります。で、毎回ね、ちょっとしつこく言ってますけど、面積を求めたい、面積を出そうと思うと、どうしても単位をつけたくなるんですよね。平方センチメートルとか。ただ、問題文の中にセンチメートルの記載がないときは単位をつけてはいけません。このまま答えに書いてください。いいかな。じゃあ、面積出ましたんで、ここから本番ですわ。行きましょう。まず1個目。原点 O を通って、つまりこう原点ね、を通って、三角形 AOB の面積を2等分、つまり半分です。にする直線の式を求めたいんです。いいかな？じゃあちょっと書き出しましょうか。三角形。どんな感じかっていうと、これフリーハンドなんでそこはちょっと許してね。こうなってるでしょ？ O があって、A があって、B がある。で、O を通んなきゃいけないから必ずここを通る直線なんだけど、ピーピーってどっか通ってる、ちょうどこの三角形真っ二つにしてほしいの、面積を。で、この問題の大事なところは、真っ二つにするには、あとどこを通ればいいのっていう話なのね。例えばさ、これちょっと左側に寄って、こうやって切ったらどう見ても半分じゃないでしょ、これ。もっと右じゃん、絶対通るのが。じゃあ、この辺かなって考えずに、どの辺かっていうと多分、まあ、この辺で切ったらいいんじゃねみたいな。もうちょっと適当じゃダメなんだけど。いい、ここ。で、それがどこかっていうと、これは、ここ通るって決まってたら、こっちね、ここの辺を、ちょうど半分にする。つまり、中点ってやつです。を通ってくれれば、面積が絶対に半分になります。これなぜかっていうと、この図だとちょっとわかりにくいんで、ちょっと違う図を書きますね。こうやって三角形があるとします。その時に、ここを通って面積半分にしろって言われたら、底辺を半分にしてくれれば、絶対面積半分なんです。なぜなら、元々の三角形と、例えばこの三角形、高さは同じここですよね。高さ同じなんですよ。高さが同じってことは、底辺さえ半分にしてくれれば面積は半分になります。ちょうどね。だからそれと同じ発想なの。ちょっとこうね、向きが変わってるから分かりにくいですけど。だから底辺を半分にしたい。つまり、AB の、ここ。中点を通ったらいいじゃんっていう風に二等分は持ってってほしいんです。
いいね、中点を通ってほしい。ちょっと消すよ。じゃあもう一個大事なこと、中点の出し方ぜひ覚えてください。今 A と B、 AB の中点ですよね。その時 A の座標これ、 B の座標これになります。中点の求め方はこれ、ね、頭で覚えちゃって、それぞれ X 座標をまず足します。6で、これ2ですよね、足すと X 座標足して2で割るんです。いいかい、座標を足して2で割るの。だから2に2で割るから1なんです。これ中点の X 座標、Y 座標も足す10だね。2で割るから5になります。1の5、つまり1の5を通ればいい。あと原点通ればいいんだよね。で、あとはもうもらったっていう感じです。もろたでってやつだね。で、今回直線求めたいんですけど、 Y イコール AX プラス P ではなくって、原点通ってるから、あの2年生の1次関数じゃなくて1年生の比例ね、原点通ってるから。だから、まあ、Y イコール AX プラス B って置いても間違うことはないんだけど、Y イコール AX って置いてください。比例だから。で、これに1の5を通るから1と5を代入するの。そうするとこれ A イコール5ってなるでしょ。 A5 ってすぐ分かるから、だから答え Y イコール 5X って、これで終了となります。これが面積2等分の求め方です。で、今回はどうしても練習してほしかったので2問連続で取り上げました。基本的にテストで2問連続出ることはないんですけど、でもね、せっかくなんで。で、もう一個は、ごめん、面積2等分は同じです。ただ点 A を通ってねっていう、今度 O じゃなくてつまじで、だから A、ここを通るように2等分。じゃあどこかっていうと、これの反対側の辺だから OB、 ここの中点、この辺かな、これを通るこの直線を求めたいと。じゃあ OB の中点、ここの長さを半分にしたいからね、 OB の中点求めようと思ったら、O はさ、原点で0、0なんで、X 座標足しても4でしょ。それを2で割るから、2。Y 座標足すと8、2で割れば4って分かるから、中点2の4です。で、今回は原点を通るんじゃなくて、A とこれを通るんで、今回は Y イコール AX プラス B って置いてやってってください。ただし、これ2次関数の交点じゃないから、この技使えないからね。これはもう地道に、まあ、傾きから出してもいいですけど、自分はね、なんだっけ。代入して連立のが好きなので、それで解いていきます。じゃ、まず、マイナス2の2を代入して、2イコールマイナス 2a プラス b。2の4も代入して、4イコール 2a プラス b。で、b 揃ってるからね。まあ、足しても a 消せるんですけど、今回は。まあ、b 消しに行きましょう。そうすると、マイナス2イコールマイナス 4a。で、両辺マイナス4で割れば4分の2なんで、約分して2分の1になります。で、 A 出たから、もうどっちに入れようか、下に入れようか。下の式に入れるとここでいい、4イコール2かける2分の1なんで1だね、プラス B、 つまり B イコール3と出てくるので、 A と B 出てきたから答え Y イコールは入ってる、 OK、 2分の 1Xプラス3と、これが答えになります。下の線が切れている、くそーごめん、最後閉まんなかった。ちょっともうちょっといいか、この辺でどうや、ギリかな、オッケーオッケーっていう感じです。あの、この面積2等分に関しては本当によく見る問題なので、ちょっとね、もしかしたら初見だったりとか数学が苦手だったりする方は難しく感じるかもしれないんですけど、やることは、今言ったように、例えば A を通るだったら、それの反対側の線の中点を通ればいいって。で、中点の求め方は、それぞれの座標を足して2で割るで、暗算でもね、出すことができるレベルなので、ぜひね、解けるようになってください。では、今回は中学校3年生の教科書4章テスト対策やらせていただきました。今回もね、最後までご視聴いただき、本当にありがとうございました。では引き続きテスト対策取っていきますので、もしよかったら次回の方も見てみてください。では今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。